雨が降りまくる中ずっと晴れ設定で映画を撮っているので、まさにカメラを止めるなわけなんですよね。どうも、ソネチャンネルのソネです。今回はですね、梅雨の時期にどうやって撮影を乗り切るかについてお話ししたいと思います。カメラを止めるなもこの梅雨時期に撮影を開始したんですよ。確か6月21日でしたかね、クランクインしまして、まあ雨降ったら通常はスケジュールを調整しますよね。まあ長い撮影期間ですと必ずなんか予備日みたいなのを用意してますので、じゃあこのシーンは雨が降ったから予備日のこの晴れた日に撮影しましょうであるとか、スケジュール調整でうまく撮影を乗り切るんですけれども、なかなかちょっと低予算だとそれができないんですよね。なぜかっていうと撮影日数が最初から限られてるんですよね。カメラを止めるなの場合ですと撮影が8日間です。で、梅雨の時期ほとんどが雨ですよ、正直。だから雨が降りまくる中ずっと晴れ設定で映画を撮っているので、雨が降っても撮影なんとか続けていかないといけないんですよ。まさにカメラを止めるなのわけなんですよね。まあ雨といってもいろいろあって、小雨の場合は結構もう撮影なんとか続行できちゃうんですよね。小雨の場合ってなかなかカメラに雨って映らないんですよ。逆光の環境だったら結構顕著に映ってきちゃうんですけど、夜で例えば街灯を映すと結構雨って映るんですよ。ところが一方、昼間で逆光じゃない環境で物を映しててもなかなか映らないんですよね。なんか雨降ってるシチュエーションに見せたいってなった時に逆に困るほど雨って映らないんですよ。だからそれを生かして小雨の場合はどんどん撮影続行できちゃうんですよね。ただ大事なのは機材が濡れないこと、そして映るものが決して濡れてはいけないものの場合、物でも役者さんもそうですよね、髪の毛とか衣装とかも全部含めてです。それがさすがにちょっと濡れてるのが分かっちゃダメなので、こういうのは守りながら撮影を行う必要はあるんですけれども、小雨の場合は撮影続行できます。端的に言うと、まあ上に屋根作っちゃえばいいだけの話ですので、狭い範囲だけですとカメラに傘さしたり、役者さんに傘さして顔のアップとかだけだったら撮れますし、傘、これ透明のビニール傘の方がいいですね。特に役者さんにおいては色がついたビニール傘の場合はやっぱ映像に影響しちゃうんですよね。写真でもそうですけれども、ちょっと影ができてしまいますし、色がついてるものですと絵に映ってないところでもちろん傘さしてるんですけれども、ちょっと色を影響しちゃう可能性があるので、透明のものを貼るっていうのがいいですよね。イージーアップだったりテントを張る場合もそうです。屋根作るんですけれども、透明なイージーアップというものが世の中にあればいいんですけど、ないんですよね。大抵テントって緑とか青とか赤とか色がついてるテントしか売ってないんですよね。撮影業界向けにぜひ透明のテント、イージーアップぜひ作ってください。私買いますよ。カメラって大抵レインカバーみたいなものが通常機材としてありまして、カメラにレインカバーをかぶせて雨が濡れないような環境で撮影を続行することができます。ところがこのレインカバーって結構高いんですよね。だから低予算の制作現場だと結構レインカバー用意できないんですよ。でレインカバーってものがあったとしても、結構機材ごとにレインカバーって違ってて、1個のレインカバーで全部の機材に対応できたらいいんですけど、違うんですよ。高い上にカメラごとにレインカバー種類用意しないといけないのかよって話なんですよね。だから私よく使うのは単純にビニール袋ですね。ビニール袋をカメラの周りにかぶせて、これでカメラを囲って、これで撮影を続行したりしますね。まあ例えばこのカメラ、まあ、ちょっとレンズついてなくて申し訳ないですけど、このカメラをこのビニール袋で守るっていう場合は、まあこれでカメラ濡れないですよね。まあこういった感じでこっから映すことができるみたいな感じで、どこをどう破いて開けるかっていうのはちょっとそのカメラによって変えればいいと思うんですよ。操作しやすいように。映画とかドラマの場合は結構この音が問題になるんですよ。でビニール袋って音がするタイプのものと音がしないタイプのものがありますので、
写真とか PV の場合はこれ音全然気にならないんですけど、映画とかドラマの場合は音があまりしないビニール袋、透明のビニール袋をおすすめします。大雨の場合じゃあどうしたらいいのか、さすがに映像に映っちゃいますし、なんかビニールとか傘とか差してもどん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 衣装とか濡れてっちゃいますし、さすがに限界がありますよね。こうした場合どうすればいいのか、まあもちろんスケジュール変えれたら一番いいんですけれども、どうしてもカメラが止められない場合どうするか、台本の話になるんですよ。設定自体でちょっと変えちゃうんですよね。まあ例えば屋外で何かをするシーンであれば、その近くにある室内のシーンに変えると。これがもしなんかの撮影途中で雨が降ってきた場合どうするか、これまでのシーンを撮り直すかっていうと結構時間的に撮り直せなかったりするんですよね。そういう場合はなんか雨が途中から降ってきたっていう設定にするっていうこともよくありますよね。なんかまあ下手な演出かもしれないんですけれども、雨が降ってるカットをワンカット、なんか例えば草木に雨がパラパラパラって降ってきたみたいなカットを挟んで次のカットからもう雨降ってるであるとか、まあ、シーンまだ撮ってない場合は丸々晴れ設定だったのを雨っていう設定に変えちゃうっていうのもありますよね。雨っていう設定であればもともとみんな傘用意してても問題ないですし、もう雨設定に合わせたお芝居、はい、動く範囲に変わってくるはずですね。まあこれが自然にいけるようであればもう設定自体を変えちゃうっていうのも一つの手ですね。ちなみにカメラを止めるなの話をしますと、撮影初日大雨だったんですね。ワンカット長回しを撮るっていう日に大雨だったんですよ。これさすがに雨設定に変えるのは、いやーって雨設定に変えてしまうと、あの映画の場合裏舞台ドラマも全部雨設定にしないといけないんですよ。かつもう全部ドロドロに衣装になっちゃいますから。なのでカメラを止めるなの場合は8日間のうちの初日に雨が降りましたので、初日のスケジュールを大幅に変更しました。初日に撮る予定だったものを2日目に持ってきましたと、2日目に撮る予定だったものを1日に持ってきたと、こういったことでなんとかスケジュール調整しましたね。まあもちろん出る役者さんが変わりますので、役者さんもスケジュール変更を余儀なくされましたし、私たち、まあ、スタッフも私で言うと用意する機材もちょっと変わりましたので、ワンカットを撮る予定だったはずだったらカメラ一つで撮影できたんですけれども、急に裏舞台のドラマを撮ることになったので違うカメラを用意して機材をいっぱい持ってきてて急遽変更しましたけれども、まあそうやって変更することでなんとか撮影乗り切りましたね。ただこれが撮影最終日とかだったらもう雨でもやるしかないわけですよ。もうカメラ止めるだちょっと半笑いまあ設定を変えるっていう話今したんですけれども、設定がどうしても変えられない場合ってあると思うんですよね。外で花火をするみたいなシーンがあったとするじゃないですか。これまあ実際私あったんですけれども、その日にどうしても撮り切らないといけないと。でももう大雨なんですよ。いやーどうするんだって、室内に帰るわけにいかないじゃないですか。結果的にはもうかなり広範囲にテントをまず張りましたと。テントってまあ大抵まあ数メーターぐらいしか張れませんので、その数メーターの範囲内だけでお芝居をしましょうと。役者さんの全身のショットを撮ろうとするともう撮れないわけなんですよね。全身のショットを撮ろうとするともうテントとか映っちゃいますし、だから顔のアップであるとか花火のアップであるとかしか撮れないんですよ。かつ地面めちゃくちゃ濡れてますんで地面も映せないと。で背景も背景のすぐそこに家とかがあると家ももうびしょびしょに濡れてるんですよ。映せないんですよ。これどうするのかっていうことで、まあ、映画用のカメラですと結構背景ぼかして撮ったりもできますので、できるだけ背景をぼかす、そして映すものを地面を映さずにアップで撮る、花火のアップと顔のアップとかだけで背景をぼかして撮ることで、背景に逆光とかあったらもう無理ですよね。逆光があったら結構雨って映っちゃいますので。というわけでですね、今回は撮影中に雨が降ったらどうやって撮影を乗り切るかについてちょっとお伝えしました。この本の中にですね、ちなみにこういったことをいろいろ詳しく書いてますので、ぜひよければこちらの本もチェックしてみていただければと思います。もしこの動画を見ていただいて気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録そして高評価などもつけていただければ嬉しいです。
そして概要欄にですね、ツイッターへのリンクも貼っておりますので、こちらもちょっとリンクしていただいてフォローしていただければ嬉しいです。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。